どうもこんにちは。作業療法士の荻野です。今日は高齢者の方に向けて、たったこれだけの簡単な動作で無理なく肩甲骨を鍛えることができる簡単トレーニングというのをご紹介していきたいと思います。今日お伝えする運動は座りながらでも、そして簡単な動きでできるので、なんだか運動したくないなという時にですね、何もしないと本当に体もどんどん弱くなってしまいますので、しっかりと肩甲骨を動かしていただいて、体をほぐしたり、あと血流アップしてですね、老廃物を外に流したり、新鮮な血液をですね、体に巡らせて循環を高めたりと、いい効果がたくさんありますので、ぜひですね、この肩甲骨の運動を僕と一緒に行って、そしてですね、小さいところからでいいので、少ない回数からでもいいので、この運動習慣を身につけていただけたらと思います。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして私の過去の動画ではですね、他の肩甲骨の運動方法も紹介しております。もっとたくさん運動したいという方はこちらも合わせてご確認ください。こちら動画の最後にクリックできるようになっております。そして私この度ですね、高齢者向けのストレッチの書籍を出版しております。無理なくお家でストレッチを行うことができますので、こちらも合わせてご確認ください。こちら概要欄かコメント欄からクリックできるようになっております。さあ、それでは簡単にできる肩甲骨の運動とはどんな方法なのか、僕と一緒にやってみましょう。さあ、ではですね、肩甲骨をしっかり動かすことで血流を上げたり、体をポカポカさせたり、そして体をほぐしたりといろんな効果があるので、早速やってみましょうね。まず座りながらですね、肩に手を当てていただきます。ちょっと肘をですね、横に開いてみましょう。で、ここからですね、肘をぐーっと前でタッチして、そして後ろに寄せてと。前に後ろにと、これだけで OK なので、しっかりと前後に大きく動かしてみましょう。では、こちら20秒測りますので、20秒自分のペースで行ってみましょうね。では、いきますよ。用意、スタート。では、前に、で、後ろに引いて、前に引いてと。後ろに引いた時に胸を張っていただくとね、背筋もシャキッと伸びて、肩甲骨もしっかりと大きく動いてくれますよ。では、このようにですね、前後に動かして肩甲骨を大きく動かしてあげましょうね。これだけでも結構温まってきますよ。はい、OK。さあ、そしたらもう一つあります。このようにですね、背泳ぎをするように片方ずつ肩甲骨を回してみましょう。こちらも20秒測りますので、自分のペースで行ってみましょう。では、いきますよ。用意、スタート。では、ぐーっと、こちらはですね、大きく円を描くように、大きく動かしてみてください。前に突き出して、後ろに寄せてと。これをですね、行うだけで結構体、温まってきますからね。少し体も、ぐーっとひねるような感じでね、動いてくると思いますよ。はい、OK。では戻しましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。これだけでもですね、結構あったかくなる感じ、少し汗ばむ感じとかもね、出るかもしれません。血流が上がったり代謝が上がってくるとあったかくなってきます。で、体温がね、上がってくると免疫力もアップしたりとか、体温が上がるってことは血流も良くなって、栄養がしっかり体を巡って、逆に老廃物なんかは外に出そうとする循環が生まれますので、ぜひこの肩甲骨の運動を行って、そして体をね、整えていきましょうね。一日何もしないでじーっとしちゃうと、どんどん体って悪くなっちゃうので、こういう少ない運動、こういう簡単な運動でもいいので、運動習慣を身につけて、しっかりと継続して、そして体を強くしていきましょうね。はい、このように健康に役立つ運動方法、これからもどんどん紹介していきたいと思います。ご興味ある方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。そして私、この度ですね、高齢者向けのストレッチの書籍を出版しております。こちらもですね、75種類のたくさんのストレッチができますので、ぜひこちらも合わせてご確認ください。概要欄かコメント欄からクリックできるようになっております。そして私の過去の動画ではですね、他の種類の肩甲骨の運動方法を紹介しております。もっと運動したいという方はこちらも合わせてご確認ください。はい、今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょうね。では皆様、お疲れ様でした。